はい、えー、本日は1月14日、えーと、14時ですね、14時のニュースをちょっと読んでみようかと思います。えー、島根県は14日新たに浜田市と出雲市の計2人が新型コロナウイルスに感染したと発表したとありますね。このニュースが来ています。その次、広島県呉は14日、14日ですね、市内で新たに40代から90代の6人が新型コロナウイルスに感染したと発表したと。はあ 多いですねそれから2019年7月の参院選広島選挙区の大型買収事件で、えー、公選法違反に問われた元法務大臣の河井克行被告57歳、えー、衆議院議員広島3区の第28回公判が14日東京地裁であったと自民党の山下智之弘、えー、って書いてる何だろうああと県議 61歳が、勝之被告から30万円を受け取ったと認め、買収目的の現金と感じたと証言したと。まあ、河合勝之ね、もう、本当に法務大臣までやっててね、もう、どうしようもない悪党ですね、これは。あのー、なんか、ね、その、この後に着いた、誰だっけ、森法務大臣も、いい加減適当だったですけどね、えー、本当に自民党の法務大臣、法を預かる人ってのは、 あもう犯罪者もう本当犯罪者の温床ですねなんでこんな人が法務大臣やって人に死刑宣告とかやってるんでしょうね。ひどい世の中だな次 えー、米国岩国基地は14日新たに基地関係者は5人が新型コロナウイルスに感染したと発表した基地関係者なんでこれは米軍の軍人なのかそれともね、えー、この基地内にある飲食店とかなんかね、えー、おしぼり業者さんとかいろんな出入り業者がありますよね誰か分かりませんけども基地関係者ですよね、うん、誰なんだろう基地のコンサルタントだったりして。 なんだろうなはい。次。福山市は14日市内で新たに5人の新型コロナウイルス感染を発表したと医療機関に入院していた2人の死亡も公表したお二人お亡くなりましたねまあ、こうやって聞くとちょっと怖いような気がしますけども新型コロナウイルス騒動はまだまだ続きます皆さんご用心ください